こんにちは。和歌山県立医大の久保隆です。今日はコンプレックス病変における OCT についてお話をさせていただきます。今日のお話では、コンプレックス病変において OCT で何を見るか、そしてどのような情報をインターベンションに生かすかについてお話しさせていただきたいと思います。コンプレックス病変における OCT、COI です。OCT 光干渉断層法は、近赤外線を用いた高解像度の血管内画像診断装置です。OCT は、冠動脈のプラーク、ステント、それらの形態、正常を詳細に評価することが可能です。さらに、この OCT をインターベンションに用いるにあたって、さまざまなソフトウェアが進歩してまいりました。 例えば、アンジオコーレジストレーション、オートマティックルーメンメジャーメント、ステント強調画像、また、マルアポジションなどを自動的に指示するインディケーター、これらの最新のソフトウェアが PCI の主義をサポートいたします。さらに、これらの画像を3次元処理することによって得られる画像、これらもまた、インターベンションにおいて重要な役割を果たします。